年末年始の動画公開について、明日以降の動画公開についてご案内いたします。こちらは基本的にお休みとさせていただきますが、時間が取れれば動画を公開する予定です。通常よりも動画の公開本数が少なくなったり、また公開時間が前後する可能性がございますが、動画公開、年末年始も 時間が取れれば行う予定です。さらに明日30日から元旦にかけて全国的に大雪となる見込みでございますので、皆様、大雪災害に巻き込まれないように十二分に注意していただくようお願いいたします。では皆様、良いお年をお迎えください。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。